警備してるかバナナ食べてるかってどういうことだよ。ふう、寒そう。こんなところにおるん？こんなところにシーカー族じゃねえわ、イーガ団はいらっしゃるの？なにこれ、一瞬人が立っとんやと思って。おい、イチゴってこんな寒いところになるんや。さあ次はこの上に。てか待って、その前にちょっと、スタミナ焼き山菜、力串焼ききのこ、忍び串焼ききのこ、まあいいや、この辺の食っとくか。忍び焼き獣、さっき私がゲットしたやつやんね。さあ、いけいけ、移動力アップよ。たどり着けるかな、早いけんたどり着けるか。これ早いけど、何？頑張りゲージの減りも普通に早いとかじゃないよね。頑張りゲージの減りは普通で移動速度が上がっとるってこと？じゃなかったら別にお得感ないよね。ただ単に時間短縮っていうだけ。おーし、来た来た。どこなんだ？私向かってる場所合ってんのか？なんか結構さ、谷の隙間みたいなところ指してなかった？あの人、あのゲルドのさ、門番かなんか知らんけど。これか、谷、この谷の中に多分あるんだろう。どこ？どこなんだ？てかもう元のさ、元の町がどこだかわかんねえや。あ、なんかもう超近くないこれ。ほら、めっちゃ近いんですけど、この辺。よね、なんかこの辺ですか？何あれ、これ何、花？どこ？ここじゃないの？この岩に何かしら仕掛けがないな。え、座標的にあの岩の上やったんやけど。あら、どこ、イーガ団。ちょ、隠れてないで出てきてくれないかな。まだこの先とか、いや通り過ぎたよね。うん、確実に通り過ぎたな。この上ってことか。この下ってこともあるんか？なんだよ、どこだよ。この下って何？下あるのこれ。でもここ谷底じゃないよね、まだ多分。あ、この下、これ。あ、なんかぽい。あ、ぽいよ、なんか。糸みたいな、糸。なんか、張り巡らされとるよ。ほらほら、なんかいっぱい現れましたけど、なんか、いっぱいいるんですけど。うえい、これ相手するの、みんな。こんなの相手できますでしょ。兵士の剣が壊れそう、壊れた。さあさあさあ、いや、頑張って行きたいけど、できるだけ。うわ、待って待って待って、なんだお前、空中からそんなパターンのやつ初めて見たぞ。
よし、剣バナナとアオルピーゲット。あいつがいる。は、現れる場所がわかるよね。現れる場所わかるよね。お、二連弓。言い方の中でも弓術が得意な構成員が使う弓。狙った敵を確実に仕留めるために一度に二本の矢を撃てるような工夫がされている。へえ、すげえ。それ欲しい。どこだ？こっちの方で。間違えた。トゲボコ弓を捨てて、二連弓ちょうだい。はい。これも二連弓やん。ってことは、リザルボーいらんかな。うん、リザルボーを捨てて、こっちの二連弓を。やっぱイーガダンはいっぱいお金持ってんだな。儲かる儲かる。この辺のって何？吹き飛ばせたりとかするんかな？違うんかな？これはトゲボコエミ。あ、そうそう。で、もう一人分。イエーイ。この二連弓もまたもらっとくか。ここで兵士の弓を捨てて、二連弓ゲット。おー、なんかこの奥っぽいね。てか、みんな剣バナナ携帯してんの？なんか置いてある。松明。え、松明？いらねえ。でも、なんかここに二連弓祀られてますけど。取ったらなんかなるとか。そんなことあるんかな？あー、でももうなんかあれやな。トゲボコ弓もう一個あるんか。そこで捨てて二連弓。ここは一体、これがアジトってこと？ここにも松明がある。なんか松明だらけ。あれは首狩り刀か？なんかオセルっぽいな、これ。これ爆破させればいいんじゃね。は、えい。この爆破で誰かがやってくるとかいうことはないんか。武器なくなった。首狩り刀か何かしらの武器がこの辺にあったはずなのに。吹っ飛んだか。違う違う違う、どこのボクてんの。拾うって何？松明王ってこと？いらない。さっき吹っ飛んだ首狩り刀はどこへ行ったんだ？ね、謎になくなったね。入れないぞ。入るための仕組みが何かあるってことかな？なんかどこかに一箇所だけ火がついていないところがあって、そこに火をつければ入れるみたいな。ここも開いてないな。ここも開いてない。ん？あっこしか開いてなかったんか。あ、こんなところまで吹っ飛んだん？マジか。やばいな。松明捨てての首、待って、松明捨てての首狩り刀。なんか開いてないとこだらけだな。こっちから来たんかな。あ、こっちから来たんよね。ん？何をすればいいのこれ。うわ、なんか勝負気味なんですけど。うわ、威圧感が半端ない。どっか火ついてないとことかない？火ついてないとこ、いや、ないな、そんな場所。ん？ここじゃないの？ん？でも確実にあの場所よね。え？何？あの二連の弓がこんなに手に入ったことにも何か意味はあるんだろうか。ここにね、弓が祀られとったっていうことも気になるよね。どういう
もんない。とりあえずちょっと一旦この武器を捨ててみて、一旦ね、一旦捨ててみて、じゃあ火をつけてみよう。何もないよね。え、消えたんですけど、なんで？これでこの真ん中に立ってみる。消えたってば。これでこの真ん中に立ってみる。どう？超バカっぽいな、なんか。超バカっぽいな、なんか。これでさ、そこの燃やせ、あ、燃やせる。うわー、なんか出てきた出てきた出てきた、ちょっと待って、松明でやっつけるとか、そういうことなの。何もないんですけど。何もないね。ヒースの羽。ほんで、じゃあ一箇所ずつこれをやっていくってことなの。なるほど、燃えるんだね。すげえ怖いよね。あ、階段現れた。目的地をこうして、なんか他の場所にもさ、多分なんかあれじゃない、宝箱とかあるんじゃない。こでもなんかさっきみたいにさ、敵が出てきたら怖いけん、ちょっと避けとく。お、樽が、あ、ほら宝箱。やっぱりことね。紫ルピーゲットー。そしてちょっと樽も爆破させとく。ハイラルダキゲット。え、ハイラルダキだけなの？またその辺にめっちゃ吹っ飛んだとかかな。よっ。ほっ。てか、めっちゃ放火してるよね、リンク。やっぱり松明でやっつけるリンク。まあでも松明大量にあるけんね。この辺は何、ケースを閉じ込めといただけなの。松明大量にあるけん、まあ、なくなっても大丈夫やろ。はっ。さあそこからは何が出てくるの。ケースか。ケースだな。はい、松明が壊れそうだ。これでもう全部の箇所できたんかな。あ、まだここができてないや。これで、お、宝箱と壺、サファイアゲット。このさ、俗からとはいえお宝を盗むこの感じ、最悪じゃね。こんだけ騒ぎよって誰もこんもんかね。ここは燃やしとるんか。燃やしとるね。ってことはもうこれで OK ってこと。じゃとりあえず松明捨てとくね。ヒースの羽拾えてない。そしてトゲモリブリンバット。さあ進んでいきますか。どこに進んでいけばいいんやっけ。これか。あ、これだな。階段が、イーガダンのアジト。ちょっと文字邪魔よ、見えないよ。どういう状態なんやろ。あ、誰か捕まっとるね、これ。剣バナナが
ごめんよ、もらってくね。あなた、こんなところで何してるの？あ、バレッタちゃん。ここは雷鳴の兜を奪った賊のアジトよ。奴らに見つかったら仲間を呼ばれて一巻の終わりよ。あ、せめて奴らの気を引く何かがあればいいんだけど。あいつら警備してるかバナナ食べてるかぐらいで、他に全然隙を見せないのよね。ともかくここは危険な場所よ。私は自分で何とかするから。あなたは早く逃げて。え？奴らに見つかったらって奴らはどこにいるの？この下？警備してるかバナナ食べてるかってどういうことだよ。これパリーンって割ったら多分見つかるよね。とりあえずちょっと下に。降りてみたりとかしちゃったんだけど。え、いますけど。お、なんだなんだなんだ、なんかめっちゃ呼ばれた。あ、超閉まった。え、待って、なんかこいつでかくね。え、一発。バカめ、イーガダの目をごまかせると思ったか。強くね。え、イーガダン強くね。ちょっとした体調的な感じかな。奴らの目をごまかせればって言ったよね。バナナでごまかせたりとかせんかな。あ、ほら、あそこに。え、なに、どうすればいいのこれ。バナナ。バナナをどうするの？なんかできるんこれ。手に持つ。遠くに。遠くに置く。どうやればいいんだ。とりあえずちょっと待ってね。ここを折り立ってみて。まず私はどこへ向かえばいいの？あ、なんかやってきたよね。バナナとかそういう道具は投げれんのかな？え、こっちにやってくるの？もしや。手に持つ。あ、いや、こっちまではやってこない。そこに剣バナナを置いといてみたんだけど、どう？側に向かえばいいってことよね、多分。こっち行けんから。あのバナナどうなるの？気引けるんかな？猿じゃないんやけんって感じやけど。ね。二周目はまだやってこないの？でもここで出ていったら普通にバレそうよね。大丈夫か？まだ明かりが見えんけん大丈夫か？あ、やってきそう、もしや。あ、光が。やってきよるね、多分。ん？気温かな、本当に。あ、ん？気温っぽい？ん？遅くない？来るの。本当にやってきてます？あー、気温って気温って気温って危ね。あのスピードで歩きよったら普通に、普通に来そうやけどね。速攻で。そんなに一周長い？なんかあの動きさ、めっちゃこっちまで来そうで怖いんよね。え？え、めっちゃアホやん、なんか。めっちゃアホやん、なんか。あー、さっきの隙に行けばよかった。バナナ投げる必要なかったんじゃね、これ。あとはそこの人。何？
何？なんか今シュンって音せんかった。あそこにイーガダン一人おるんよね。このこっちこそバナナがいるんじゃない？遠くに送ってすればいいんかなこれ。バナナ手に持ってこれでちょっとこの辺バカだな。ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。